はい、じゃあ、続いて、いっちゃいます。ジム・キャロルバンド。どっちにしても、あまり、ジェイソンにしても、それからジムにしても、まあその別に友達じゃないんですけども、そうやって、ねどっちもそんなに有名じゃないですよね。でも、まあ、クラッシュ周りというかですね、論内でそういうものが好き、例えばアラームとか、一番最初に、ね、かけたアラームなんかが好きとかって言ってる連中 DJ だったりするんですけど、あとまあ、その取り巻きだったりするんですけど、そういうやつらと話をしていると、なぜかそういうバンドを自然に知ってしまうというか、話が出てくる。でだから、ジョイ・イーライなんていう、まあ、カントリーソングシンガーとかいますけど、まあ、バンドついてますけど、そういうやつもなんかクラッシュとツアーしたというだけで、じゃあ一緒に聴いてみようってことになるんですけど、まあ、聴いてみると、まあ、いいものもあれば、まあ、あまり自分的にはそれほどでもないなと思うのはあるんですけど、でもこの2つはどちらも聴いてかっこいいなと思ったので、まあ、この曲、まあ、だけというわけじゃないでしょうけど、まあ、僕的にはこの曲だけなんですけど、他の曲もいろいろあるんですけど、ボンバあのディランのカバーの、アブソリュートリー・スイート・マリーとがやっぱりジェイソン・スコーチャーズの中で一番いいんですよ。アルバムも何枚か出てるんですけど、やっぱりそれよりかっこいい曲ってなかなかないなっていう。それとまあ、ジム・キャロルバンドも何枚かアルバム出てますけども、やっぱりこのカソリック・ボーイっていうアルバムがやっぱり一番いいと思うし、その中でもこの曲がやっぱり一番なんかこうニューヨークっぽい匂いがして、なんかそういう感じのするロックンロールでかっこいいなって思ったりしてます。今日はそういうわけで、まあ日本を元気にっていう大げさな、非常に、意気込みだけは大げさなんですけど、大げさっていうかそのくらい大きいんですけども、まあそれよりまず自分が、自らを元気に鼓舞するようなものをということで、選んでお届けしますけれども、それでは次行きたいと思います。続いてはまあまあ、あまりにも、まあ、今までずっと定番っていうのは定番ばっかりかかってるんですけども、さらに定番でバッドリリジョンの、アメリカンジーザス。元気になる。あ、俺が元気になる。元気なんだやっぱり。それ思ったんだよね、俺もね、選びながらね、あれやっぱりこれないとまずいよな、U ターン的にと思って、選ばせていただきました。すいません。いやいや、でもかっこいいもんね。ということで、バッドリリジョンのじゃあアメリカンジーザスをご覧ください。We'll be right back.
ットレジオンでアメリカンジーザス、まあ何回いつ聞いてもいいですよね、やっぱりね、で、まあもちろんそのまあ彼らは非常に、まあ、インテリっていう言葉はどうかわからないですけど、非常にまあクレバーな人たちですよね。で、まあ、ボーカルのグレッグなんかはまあもともと学校のお勉強が大好きなタイプらしくて、大学まで当然行ってて、そして博士号も持ってるっていう、そういう人なんですけども、まあ彼らとは何回か僕会ってるんですけども、その時になんでそういうものに関心があったのにバンドやってるのって言ったら、まあ両方とも好きなんだけど、やっぱり自分はまあそういう研究も面白いと思うけど、やっぱりバンドやってる方がまあ気持ちがいいからっていうようなことは、まあ本当に普通に素直に話してくれましたけど、まあ、まあ変わったあの経歴のミュージシャンいっぱいいると思いますけども、まあ、そこまでね、でそれでいきなりパンクバンドに、パンクバンドというかそういうバンドでねやってるっていう人もそんなにたくさんはいないと思うんで、まあまあ面白いなと思ったんですけども、実際でもそのまあなんて、まあある意味そのアンチソーシャルの部分っていうのは当然ピュアなパンクの間には当然そのないと、要するに、要するに常に何かに対して批判的批評的でない、それはやはりただの本当にまさにファンパンクだけになっちゃうんで、僕はだからそのファンパンクって言葉は僕の場合は単なるジャンル分けで使っているのと同時にちょっとまあ業界をちょっとからかうような意味でちょっと使ってるんですけどね、だから、ファンなパンク、楽しいパンクはいいんですけども、それ度が過ぎると本当にまあパンクと呼べないような、まあ、童謡みたいなね、分かりやすいその音楽になっちゃう、分かりやすきゃいけないのかっていうそういうことじゃなくて、そこに何の信念とかその人の主張とか、何もない、ただ紙に書いた文字、譜面に書かれた音符を演奏してるだけのバンドじゃパンクじゃない、そういうような気持ちは常にありますから、だから、まあ、バッドリジョンもしかりですけども、もちろんグリーンデーもランシュもみんなそういうバンドを、いわゆるファンパンクというくくられてもそういうバンドじゃないことは確かに、やっぱりそこにはスピリットがなきゃいけないということで、無理やりスピリットにこぎつけましたので、じゃあ、でもエピタフのブレッドも今その日本の Q さんに動いてもらってエピタフレコードも、あ、そうなの、はい、ああすごいって言うてバトルレジョンの期待やってる、ああ、まあ、そうだね、はい、うん、ブレッド、うん、ガービッツ、はい、そうですか、ということらしいんですけども、まあ、まあ、ゆういちくんもすいません、個人的な思い出もあります、いや、まあ、元気が出たんでよかったです。